はい、ということでね、今回はマジヤバ激アツチェルシーガチャ解説していきたいと思います。ということで早速やっていくんですけど、今回のガチャめちゃくちゃいいです。めちゃくちゃいい。今いろんなガチャが来てるんですけど、まあ、ピックアップとチェルシーのね、スーパースターフェスレジェンズ、あ、レジェンドスカウト、あとマンユーとスーパースターフェスレジェンズ、今回のやつが来てるんですけど、圧倒的にこのガチャがいい。っていうのも、ラインナップ5人なんですね。推し5選手が5人いて、10% なんですよ、確率が。で、特別獲得枠も多いし、限界突破素材ももらえるし、で、新補助5選手1名確定もあるので、めちゃくちゃ美味しいんですよね。すごくいいガチャです。めちゃくちゃいいガチャ。ただですね、1個だけちょっとデメリットを挙げるとしたら、交換チケットがもらえるわけではないので、漏らす可能性がありますよね。100連引いたからって全員出てくるとは限らない。まあ 2% とはいえね。はい、そこだけが欠点です。で、今回ね、こんな感じでピックアップでなってはいるんですが、やはり一番のピックアップ、ここにもあるようにクロード・マケレレです。歴代最強の 12,500 のセントラルディフェンスミッドフィルダー、このゲームでも最強の守備力を誇っていますし、特徴でもスキルでもこれ以上の選手が来たらもうこのゲームってどうなっちゃうのってぐらい、ここが打ち止めじゃない、このゲームの最高峰ってここじゃないってぐらいの性能になってます。ちょっとね、私ね、マンユーガチャをすげえガッチで引いて、まあ、250連ぐらい確かしたんですけど、また今度動画上げますけど、250連ぐらいしたんですが、ちょっとね、さすがにマンユーと性能が違いすぎてめちゃくちゃ欲しい選手になってます。で、あとはデコー、ベルナー、チャグシバ、プリシッチっていう形になってるんですけれども、今回もざっくりをしてもらうと、マケレレだけでも取った方がいいかなと思います。マケレレを仮にもう今限界突破できなくてもいいから、貫突できなくてもいいから、一人取っておいて、すごい時間をかけて貫突まで持っていくことができれば、まず間違いなくね、1年以上はセントラルディフェンスミッドフィルダーに困らない、そんな性能になってます。いや、1年以上とは言わんかも。もうなんだろうね、このゲームでセントラルディフェンスミッドフィルダーに困らないんじゃないのってぐらいの性能になってます。ってことで、まずマケレレから見ていきましょう。スゴーチ 12,500、 セントラルディフェンスミッドフィルダーのみに適性がある選手です。ダイナモ、ディフェンスマスター5つの牌、チェックアンドカットということで、まずはディフェンスマスターね、ディフェンス能力がダイアップ、まあ強い、で5つの牌、能力落ちない、はい、強い。この2つがね、ちょっと最強の組み合わせすぎますよね。で、この組み合わせ以上のものが仮に来るのだとしたら、例えばなんか無尽蔵のなんちゃらみたいな感じで、スタミナ減っても能力が落ちないし、タックルをダイアップするみたいな、なんかジョーカー回みたいなやつあるじゃないですか、インザーギの、あれの5つの配板みたいな、ジョーカープラスアルファシュートダイアップと同じように5つの配プラスタックルダイアップみたいな、そういう特徴が来ない限りは、この特徴が無駄になることっていうのはないので、まあ強い。で、ディフェンスマスターもね、これ以上強い特徴あんのっていう話ですよね。ないんすよ、ほんと強いの。まあ、ディフェンスマスターも仮に超えるのだとしたら、だってまさ、カバーニとかが持ってんのが、これもダイアップでしょ、ないよね。ディフェンスマスターダイアップの上になるとしたら、ディフェンス能力ダイアップするし、ファールしなくなるみたいな、まあそんなような感じ。まあでも、それが来たとしてもですよ、その、例えばこの5つのハイプラスアルファの何か、ディフェンスマスタープラスアルファの何かが来たとしても、その2つを同時に持つ選手が来るかと聞かれたら、多分来ないんですよね。来るとしたら、またニューバージョンの負けれるじゃねって話なんですけど、あとのチェックアンドカットね、マークとパスカットスキル発送率大アップです。まあ特徴はね、もう何の文句のつけどころもない。で、スキル1回置いておいて、能力の方を見ていくんですけど、マーク SB、タックル AB、パスカット SB に嬉しいのがパス A ね。パス A なんすよ。B とか C じゃなくて A。しっかりパスできるやん、お前っていう。で、あとスピード B ね。まあこの部分どうなのって感じなんですけど、まあどうでもいいよね。他能力が強すぎてね。で、マーク SB、タックル AB、パスカット AB と一番できない守備ですら AB。で、ステータス見ると分かる通り、ディフェンス能力4600。これにディフェンスマスターでダイアップして、しかもスタミナ減った時に能力が落ちないし、パス能力見てもらったら分かるんですけど、2500あるんですよ。ちょっと強すぎん。で、スピードも2000超えてます。で、もう一個強いところは、いやでも、タックルどうなんて話になるじゃないですか。そうするとね、マーク SB、パスカット SB、タックル AB。安心してください。プレディクトマークでマークパスカットが特大アップするので、
パスカットスキルね、つけなくていいんですよ。いや、全然つけてもいいよ。攻守パスカットとかつけてもいいんだけど、もう全然もう何も考えずにね、もうなんかなんか好きなタックルつけちゃってくれって感じのスキルな空き枠になってるんですね。唯一ここだけ、唯一このキラーパスカットだけが弱点。普通の A ランクパスカットっていう。ただまあ、プレディクトマークのおかげで、一定時間ね、マークとパスカット、これが発動することで、パスカットが特大アップしてるので、一定時間。その間に関しては、常にパスカットスキル発動と同じぐらい。しかもこれ対象選手一人のスタミナ大ダウンなので、まあ強いんですよね。でも、この性能はね、破格すぎる。まあ好きなバッファロータックルだとか、まあなんか好きなタックルスキルつけてくださいよ。で、タックル2個でいいと思うけどね。まあパスカット、リベンジパスカットとかつけてもいいんだけど、ゴーシュパスカットとか。まあ強いね。まあ強い。ちょっと破格の性能すぎるね。まあ強い。で、まあ、時点の当たりがティモ・ベルナーなんですが、マケルニに比べるとかなりかすみます。11,500 の総合値で、一応ね、レフトウィングのキーマン特徴を持ってます。中央突破のキーマン特徴を持ってるんですが、これがね、ドリブルシュート中アップとドリブルスキル発動率大アップなので、まあね、そんな怖くない。弱くはないんだよ。弱くはないんだけど、まあまあって感じだよね。ドリブルシュート中アップって考えたら、ゴールブレイカーとか、あとなんだっけ、ランガンとか、ちょっとダメだ、ランガンじゃないか。ランガンじゃなくてなんかあるじゃないですか。あれよりも弱いので、まあまあかな。ここに関してはいいバランスだと思います。なんかね、最近やっぱそのデルピエロとかのキャプテン特徴もマジで意味わからんぐらい強かったので、ちょっとベルナーで落ち着いた気はしますよね。で、まあこの、リクパレートドリブルっていう、まあこれもね、ミドフィルダー選手全員のスタミナ小回復のドリブルありますし、能力的にも 11,500 で悪くない。で、チアゴシューバに関してもね、ちょっとチアゴシューバの方見ていきますけど、エナジャイズパスカットっていう、これもミドフィルダー選手のスタミナ小回復するね、パスカットスキル持っていて、まあすごく強いです。チアゴシューバも迎撃パスとタックル、ダイアップ、パスカット中アップと、鎮圧タックルマークダイアップということで、破格のね、性能を誇っておりますし、プリシッチに関しては、まあちょっとここら辺厳しくなってきます。それでもゴールブレーカードリブルにセバードリブルということで、プリシッチを使うかどうかは別として、まあセバードリブルの餌にもできる。セバードリブルめちゃくちゃ強いので、ディフェンス選手全員のねタックルパワーが大ダウンっていう破格のドリブルスキルなので、まあまあプリシッチを使うかどうかは置いといてね、まあスキルは強い。で、あとはデコーだね。デコーに関してもいいね。11,500のマゴアズルということで、インサイドハーフなんですが、インサイドハーフってね、やっぱりね、チアゴしかり、中央突破で言うのであればチアゴ、チアゴアルカンタラね、しかり、ちょっとね、あまりにも守備ができない選手が多いんだよね。でもこのデコーに関しては、まず迎撃、パスタックル、ダイアップ、パスカット中アップと聖域、で、パスパスカット、ダイアップということで、まずしっかり守備を上げる特徴を持っています。プラスアルファでしっかりディフェンス能力が上がります。パスカット AB、マーク AB、タックル A。悪くないね。で、マゴアーゼルね、フォワード選手全員のスタミナ中ダウンということで、これはフィードスキルなんですが、フィードするとスタミナ中ダウンっていう、これも悪くない。かなりいい選手だと思います。守備的なインサイドハーフを求めてる人にはドンピシャでハマる。で、さらにこの特徴、魔術師の右足があるので、フリーキックも蹴れますよっていうことでね、私このデコーもすごくいいと思います。ただこうやって見ていくと分かる通り、ちょっとね、負けれるだけ破格なんですよね。あまりにも強い。あまりにも負けれるが強いです。これは強いってレベルで強い。はい。負けれるだけでも取った方がいいんじゃねってぐらい強い選手になってます。ってことでね、まあ、今回のチェルシーガチャはこんな感じなんですが、この選手たちが確率 10% で1人 2% の確率で出てきます。ちょっとね、他のガチャと比べ物にならないぐらいいいです。で、バラックデザイーがあるこのレジェンドスカウトもいいんじゃないのって思うかもしれないんですが、いいです。もちろんいい。もちろんいいんだけど、バラックも強いんだけど、ちょっと負けれれとはね、比べ物にならんのよ。まあ、鉄人もね、すごくいい特徴ですよ。怪我しにくいし、能力とても落ちにくい。まあね、能力落ちないでも、とても落ちにくいでも、そんな変わらんやろ、正直っていうところはあります。マジである。なんで、バラックのこの鉄人が5つの範囲に劣っているかと聞かれたら、私は正直そこまではそんな思わん。で、カウンターチャージもすごくいい。オフェンス能力ダイアップ、パスカット中アップ。ただ、バラックより攻撃的なミッドフィルダーなんてたくさんいるんですよね。バラックより攻撃的なミッドフィルダーはいます。ブリングダウンシュートも強いよ。でも、攻撃力で見たときにバラックの上はいますし、守備力で見たときにバラックの上もいるんですよ。バラックはセントラルミッドフィルダーなんで、まあ動き的には B2B ですよね。ボックスとボックスの動きをしてくれて、攻守に活躍できるのがいいところではあるんですが、
どっちかがやっぱ欲しいってなった時に、バラックより上は両方いるが、マケレレより守備ができるディフェンスでミドフィルダーはいないです。現状彼が最強ですっていう面でね、マケレレの方が私はいいと思う。まあ、あとはですね、手持ちと相談していただければいいんですが、このマケレレ取って後悔するっていうことはないと思いますし、まあ、レアルのマケレレを食わせるのはもったいないですが、どうだろうね。でももったいないな。さすがにもったいないか。ただ性能的には今回のマケレレやっぱり総合値 12,500 ということで1000違う。1000の差って大きいので、でその線がね、無駄なとこに振られてるわけじゃなくて、純粋に守備能力で上昇しているので、ぜひぜひね、撮ってください。ということで、今回の動画はこんな感じです。ご視聴ありがとうございました。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お済みでない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますので、お願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。